熱風が来るんだよ。明日の髪型どうしよう、マジで。熱風が来るからもうカレンと、うわサウナやんけって言いながら歩きました。うわもうこれサウナやん、どうする、まだ夏本番みたいな感じじゃないっちゃけど、なんなん鷹の祭典。昨シーズンから5連敗、なんか本当にね、最近ちょっと調子悪い。あ、じゃあ最後かもしれない、ミスさん見に来ましたね。確かにね、あと何回出るか分かんないしね、何回みんなが見に来れるか分かんないもんね。沖縄は暑いんだけど、なんでなんか格安サウナのつもりでね。しかもさ、関東、私関東に梅雨来てなくねって思う。私今年だって傘使ったのさ、梅雨なのに毎日傘全然持っててないし、あっても小雨ぐらいだからさ、あのなんか折りたたみで済んじゃうみたいな。まつげパッチリで可愛いな、やっぱり。雨降ってない。なんかさ、雨の、なんやろ、雨のさ、雨の、なんか、水？水分？が全部水蒸気になってる感じ。関東、関東、東京？東京は。だから雨は降ってないけど、もうなんか、水上、なんてやろ、ミストサウナにいる感じ、どっちかというと。サウナっていうより、ミストサウナです。でも、西は西で、友達が私、あのね、やばくねっつって動画送ってきてくれたのがすごくて、もう、なんかもうね、膝ぐらいまで、もう水が溜まってるみたいな。そうそう、だからみんな気をつけてください、そっちの方に住んでる方。そう、膝ぐらいまでね使ってるよっつって動画送ってくれた。あと佐賀県は割と、でも佐賀県内、県内の人しか分かんない、県内のニュースを割とこの時期見てるよっていう人しか分かんない情報なんですけど、あの武雄市ってあるんですよ。武雄温泉とかが有名な武雄市が結構ね、あのこう多分地形的にちょっとこうなってるんだよね、こうかな、分かんないけど、あの武雄市が2年に1回水に浸かるっていう認識なんですね。そうだから今年は武雄が、今年は武雄が洪水になっちゃうかなって言ってたの。ちょうど去年はまだセーフだったんで、今年武雄来るな、武雄ニュース来るなって言ってたら、まだあの梅雨がまずさ来なかったからさ、え今年武雄とか言う前に梅雨ないんじゃねって言ってたの、友達っていうか、まあ宮崎と、ないんじゃね今年ってか雨降らんねって言ったら、もうブワーってね来てますね。武雄がね、そうなんですよ。だから私の大好きな井出ちゃんぽんの本店がね武雄にあるんだけど、結構前かな、もう何年前かなんですけど、武雄のその本店がやられちゃって、雨で、そう洪水でやられちゃって、本当に数ヶ月
修理してやっとみたいなね。そう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 。久留米市は山の方にあるの？久留米市は福岡の南の方なんだけど、南っていうかまあ佐賀寄りの南の大牟田の一個北かな、確か。久留米はね、久留米もなんかやばいらしいですね。みんな大丈夫ですか？九州、西日本とかが結構ねやばいらしい。武雄は合田武志の武に、オスのお、え、そうやんな、違う、ちょっと漢字弱いんだけど、合田武志の武ですねはい。佐賀県はもともと海だったそうでね、ブラタモリ。あ、そうなんだ。あ、そう、これこれって、これこれこれ、竹上大牟田って、熊本の金属、そうそうそう、最近会いたいね。あ、もうなんか熊本、大牟田、久留米って感じだね。英雄の、あ、そう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 。待って、私15分くらい経ったらさ、ちょっともう終わんなきゃいけないかもしれないっていうね。マジですか？いや、30分には終わりましょう。合田武志の武で分かる人少ないやろ。マジで言ってる？本当に言ってる？合田武志有名よ。合田武志は有名だよ。あらお、そうそう、大牟田の隣がね、あらお、あらお市っていうところで、グリーンランドっていう遊園地があるんだけど、グリーンランドはマジ九州、まあ、九州みんなはちょっと言い過ぎかな。福岡、佐賀、大分、長崎のあの辺りの人たちがひょって集まる。面白いんですよ、グリーンランド。合田武志ってジャイアン？ジャイアンこと合田武志、ジャイアン、ジャイアン、ジャイアン。合田武志は、合田武志ってさ、あれじゃないっけ？合田武志は有名だけど、武志、武の説明で使うの初めてかなんだろうね。なおちゃんドラマ見たい。あの月9も見たい。私さ、月9の、ま、最近月9とか全然もうなんかテレビドラマ終えてないって感じなんだけど、唯一、うわ、この月9見なきゃと思って録画してんですよ。今日からだっけ、10、あ、もうちょっとかな、わかんないけど、月9見なきゃ。出来すぎくんの人の名前わかんねえな。火のドラゴンもそう見たいの。火のドラゴン見たいし、なんかいっぱいあるね。けど私一気見したくて、なんで割とHuluとかで一気見することが、だから今はね、マリアの前の帰らないおじさん見てる。そう、月くん、マリナさん、そうそう、マリナさん大好きだから、マリナさんが出てるから見る。あとはね、でも結構めっちゃ豪華キャストじゃない、月く。学園ドラマでブラックのやつやと、やりたい、学園ドラマやりたい。出来すぎ秀俊、いやー、出来すぎ英才すごい名前つけたもんだな。
帰らないおじさん似てます、割と。最高の教師もマッジで売れっ子俳優、売れっ子な、若手売れっ子の女優俳優が集まってるから、あれもうすごいですよ。サムネイル声はめぐちゃんの代わり、そうなんです、サムネイル声はめぐさんの代わりに出させていただきます。頑張ります。大丈夫かな大丈夫かな、ちょっと大丈夫かな。ね、本当に夕方言われたもんだから、どうぞしましょうかみたいな、夕方おやつ時間、そう、旬の俳優陣がボンって出てたりね。なんか学園ドラマ多いね最近。そんなことないか。ドラマだから全部録画しちゃう、結局私は。そうか、もう Hulu で見れるなら Hulu で見ちゃう、一気に。みんな体ね壊して、あ、いい匂いするこれ。結末見てから全部、あー確かにそのタイプもおもろいよね、その見方も。私も映画を見るときは割と結末ストーリーとかを調べて、なるほどって思いながら見てる。わかる、イミュージャンネルオリジナルドラマやりたい、本当に見たい。なんか緊張してドラマとか見るの苦手。いや、わかる。でも結末知って安心してみたいよね。高見の見物的な。ダンスっていいよな。刑事ドラマはあんまり見ないけど、ものによるかな。ただただなんか殺人とかが起きるのはね、ちょっと苦手なので、なのでコナン君で精一杯だね。ミッサーにドラマのオファーを、皆さんだからもうなんか映画監督とか、に川原美咲ちゃんいいですよって送ってください送ってください。結構ね、そう、今日なるが僕隊が初日でしたね。どんな役なんだろう、ちょっとサイコパスなのもやりたくもあるし、そう、ちょっとサイコパスなのもやりたくもあるし、でも映画監督の知り合いが、いや言っといて、私多分舞台のより映像の方が向いて、舞台も好きなんだけどね。舞台も好きなんだけどさ、なるちゃんが出てる映画の方が見られて、お願いします。なんか、舞台でさ、こう大き、舞台ってさ、なんか、なんて言うんだろう。その、やっぱ、
舞台上とかって本当に最前とかそのくらいしかちゃんと表情が見えないから、普通の 1.5 倍ぐらいでやんないといけないのよ。 1.5 倍でやるよりリアルを届けたいなって私は思うから、そうだから舞台よりは映像のが合ってる気がするんだよね。自分で細かい表情、細かい表現が割と好きなんで、映像出たいな。だからそう、なんか皆さん、私今泉力也監督の作品に出たくて、それが結構今人生目標。動けて感じる、なんか表情、目線とかの使い方も結構好きで、好き、目線の使い方で全然違うじゃん。俺が映画監督になればいいのかそっち側ね。今泉、あの愛がなんだとか、今ネットフリックスで千尋さんっていう作品もやってらっしゃる。なんか、なんかね、なんか何でもないいい映画、いい意味で。なんか事件が起きるとか、大きい事件が起きるとかではないんですけど、なんかヒューマンドラマって感じのがすごい、あーこういう人いるな、こういう関係ってあるよなみたいな、そういう映画を撮ってる方なんですけど、今泉さんの作品に出たい。本当に素敵なんですよ。私はね好きなんだよ。確かに夢見るドラマ撮りたいな。けど、ハツカとかが、そうだね。ちょっとカチコチになりそう。笑いそう。はははって。やりたいね。逆にどんなのがいいんでしょうか。もうなんかさ、本当は学校みたいなところを、学校のなんかスタジオみたいなやつをちょっと借りて、撮りたいなみたいな思うんだけど、そうなんだよね。もうすぐ30分かな。まだ間に合うよ。もう結構こうね、そうだね、まあリハーサルとかも結構ね始まってきちゃうからさ、ヒューマン系マジ似合うとは思う。そうやりたい。逆にどんなやつがいいかぜひ送ってきてください。送ってください。か MV 作りたいんですよね私。そしたら台本もないくていいしっていう、MV なら潮風の招待状とかやりたい。湘南と湘南あたりにさ撮りに行って、そうそう、この辺りで撮って最高やん。橋通りの MV かな。潮風の招待状とかやりたいな。今日はね水をちゃんと
飲まなきゃと思ってでっかいの買ったんです。もうちゃんと半分は飲めた。これ1リットルだから500飲めてるんちゃうみたいな。うん、よし、じゃあそろそろ終わりますかね。明日はちょっと朝早いんだわ。明日帰ってからできるかな、ショールーム。本当は2リットルがいいんやな。できるかな明日。普通に不安、めっちゃ不安、めっちゃ不安、普通に不安。じゃあランキング見ます。そう、映画が出たい。映像の演技したい。よし、それでは終わります。13位カッパさん、12位ヒデジロさん、13位シンゴさん、12位ダニさん、11位ヨシさん、10位ジョークスノーさん、9位フロストさん、8位ヨミさん。ミサーのは7位ベルちゃん会長さん、ミサノは6位アメさん、5位オニオンナイトさん、4位マサトシさん、3位オムライスさん、2位アヌネさん、ミサコ最高、1位園長さん、ありがとうございました。それではありがとうございました。明日はメグさんに代わって、メグさんの代わりにあのサムネイル公演に出させていただきます。ぜひ見てください。ね、多分ね入ってる方はねいないっていうか少ないと思うので、まあもしね、もしあの会場にいらっしゃったらコールとかお願いできたら嬉しいなみたいな、お願いしますって感じですね。はい、ということで終わります。ありがとうございました。バイバイ。